ベルベジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップする商品をご紹介します。ここにはオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お値段、程度などのお問い合わせはベルベジンウェブストアの方にお願いします。これから紹介する商品が、2月の9日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは概要欄の方に貼ってますので、そちらの方をチェックしてみてください。はい、それでは T シャツです。はい、チャンピオン、バータグのミディアムサイズ。はい、フットボールタイプの、ね、T シャツなんですけれども、はい、ネイビーボディ、色がフェードしてる雰囲気がいいのと、ちょっとこのね、ラバープリントですが、はい、UND とね、これすごいシンプルなプリント、可愛いと思います。はい、下もミディアムのタグついております。バックプリントはない、無地になりますね。ちょっとね、ミディアムサイズ、僕はちょっと小さめなんですけれども、はい、ちょっとこのね、雰囲気はかなりいいと思うので、ちょっとね、女性が着ても可愛いんじゃないでしょうか。はい、こちら7800円に消費税です。はい、いきなりバンド T です。こちらタグがね、ちょっとプリントが消えてしまってます。おそらくサイズはね、ミディアムサイズぐらいじゃないでしょうか。アンスラックスってね、バンドです。まあ、プリント、いわゆるこのね、プリントの面がね、はい、かなりいいと思います。全体的なね、このボディもね、色がフェードしてる雰囲気で、 M サイズぐらい、僕はね少し小さいんですけれども、はい、プリントはねかっこいいと思います。はい、こちら2万5800円に消費税です。はい、続いて映画です。こちらダークナイトの、はい、ジョーカーですね。まあ基本的に、ね、黒ボディが多いんじゃないかと思うんですが、この赤、そしてプリントもね結構大判で、はい、可愛いですね。バックプリントはないです。表だけですが、あえてこのね赤インパクトあっていいんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いて、はい、ロンティーですけれども、こちらが、サイズ XL ボディ、はい、黒ボディの、NFL ですね。こちらチーム名が、カンザスティチーフズとね、はい、袖にこうチーフズと入ってます。まあ、今ね NFL とかね、アメフト系もまあ人気あると思いますが、はい、黒ボディ、そしてロンティーです。はい、状態もねいいと思います。 XL なのでかなりねダボっと切れますし、このね CK というねこのプリントも可愛いんじゃないでしょうか。ラバープリントです。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、はい、まあ、フェイクアルファらしいね商品なんですけれども、はい、タグがこちら、サイズがね S サイズになります。プルオーバータイプの、まあ、リブ付きですね。はい、そして、こちら、ちょっと素材的にはね、ウールとコットンだと思います。はい、ブラウンで、まあ、少しね S サイズなんで僕は小さいんですけれども、ちょっと細い男性、はい、状態的にはねかなり綺麗だと思います。リブもねまだ全然伸びてませんし、袖のねボタンがちょっと2つとも取れてしまってますね。何かちょっとこう古いボタンを見つけていただければ。こちら19800円に消費税です。はい、続いて黒のウエスタンシャツです。 H バー C ですね。ちょっとねここのレイオンの部分がダメージがきてますが、ボディはねそんなに、程度的には悪くないと思います。そしてこちら後ろハーレーのワッペンです。まあちょっとねバイク系のワッペンがついておりますが、あと黒ベース、はい、ちょっとねこう生地的にテロンとしてる感じも雰囲気的にはいいんじゃないでしょうか。まあ、バイカーの方じゃなくてもね、こういったワッペンでも非常に、まあ、バランスもいいワッペンなのでかっこいいと思います。はい、黒ボディのレイオンシャツで2万5800円に消費税です。はい、続いても黒ボディのウエスタンシャツ。はい、サイズ表記はねちょっと上切れてしまってます。サイズ的には15ぐらいでしょうか。はい、これ着丈がねちょっと短めなんですね。はい、僕が合わせるとちょっと小さめですけれども、細めの男性、はい、黒なかなかね程度のいいのが最近ないと思います。このねラウンドがちょっとねかなり結構きついって言いますか、後ろのここがねこういう風なちょっとこう詰められてると言いますか、ただこう傾斜がねすごい角度になってます。はい、ちょっとね珍しいんじゃないでしょうか。はい、こちら2万5800円に消費税です。はい、続いてもピルグリムですね。はい、サイズがミディアムサイズ。はい、こちらがプリントのネルになりますが、こちらもねプルオーバータイプ、ちょっとここにボタンがついてる珍しいタイプです。まあいわゆるかぶりのタイプですけど、このね横ボーダー非常に綺麗ですね。はい、しかもこのねオレンジに黒に白、
このストライプ系、まあ、縦ストライプもね、かっこいいと思うんですが、この横もね意外と少ないと思います。はい、ちょっとパッと見ねヒョウ柄っぽく見えるような雰囲気もいいんじゃないでしょうか。こちら25,800円に消費税です。はい、もうフェイクアルファはね2月からハワイアンシャツを出しております。はい、そして長袖のハワイアンシャツです。はい、こちらミディアムサイズですね。はい、緑のベースで、こういったねちょっとところどころにピクチャーの絵が入っております。はい、後ろも一緒ですね。このパイナップルのタイプと、これはウクレレかな、ウクレレの形にピクチャーが入ってる、まあ、柄的にもね珍しいと思います。はい、ミディアムサイズ、ハワイアンシャツでしたら僕がジャストサイズです。ただ T シャツの上にさらっと羽織にはちょうどいいんじゃないでしょうか。あとは長袖のねハワイアン、やっぱなかなかいいのがないですね。一気に大人っぽい雰囲気になるのでおすすめです。はい、こちら79,800円に消費税です。はい、続いても長袖のハワイアンシャツ。はい、こちらサイズがミディアムサイズです。ブラウンベースでシンプルにねブラウンと白だけ、白なんですけれども、はい、フラガールがいたりとか、はい、パームツリーの綺麗なこちらも絵柄ですね。はい、ブラウンベースミディアムサイズ、こちらも僕が多分ジャストサイズぐらいのサイズ感です。はい、今年もねなんかあのスカジャンも結構売れてますし、今年、ハワイアンもまたいいんじゃないでしょうか。毎年ねこうシーズンによって人気の柄とかも変わってきますけども、定番はね定番ですし、はい、ちょっと大人の色気を出したい方はハワイアンシャツいいんじゃないでしょうか。はい、こちら49,800円に消費税です。はい、スウェットいきます。はい、こちらよいしょ、ボディがよいしょラージサイズですね。はい、ラージのグレーブレーの霜降りです。はい、前はね黒いラバープリントになります。このバーコードタグとかね可愛いんじゃないでしょうか。はい、ミディアムサイズ、あラージサイズですね、ちょっと僕は小さいと思います。はい、状態はね非常にいいですね。はい、まああえてこうカレッジプリントじゃないようなこういうプリントもねいいんじゃないでしょうか。はい、こちら6,800円に消費税です。はい、続いてチャンピオン、刺繍の90年代、 WXL ですね。黒ボディ前 V と、はい、こちらに刺繍入っております。状態はね非常にいいです。 WXL なのでリバースイーブのね XL ぐらいな感覚でしょうか。ちょっとダボっと着れるいいサイズですね。黒ボディ状態非常にいいです。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてリバースイーブいきます。はい、刺繍のエクストララージですね、90年代。はい、綺麗な、ね、緑です。ボディの状態も、ね、非常にいいですし、目つきの XL。はい、今、まあ、一番人気のある、ね、サイズ感でしょうか。はい、こういった、ね、ちょっと変わった緑、うん、人と違ったリバースイーブのカラー着るんだったらいいんじゃないでしょうかね。はい、こちら12,800円に消費税です。はい、今回は全て目つきのリバースイーブです。刺繍のエクストララージ、ネイビーです。はい、ちょっとね色のフェードしてる雰囲気、こちらもいいんじゃないでしょうか。 XL でこちらも12,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ、ちょっと濃いめのグリーンですね。はい、こちらを状態的にはいいんですけど、はい、ちょっとここのね胸元にポチッと小さく小穴があるぐらいです。そんなに目立たないです。はい、こちら9,800円に消費税です。はい、続いても刺繍のミディアムサイズ90年代で、はい、こちら見た目はね非常に綺麗なんですけども、こちら下の方にねちょっとブリーチがかかっちゃってます。はい、なので安めです、M サイズ、自分のね、まあ、息子なんかも最近 S サイズから M サイズ着てるんですけど、お子さんなんかにはお手頃だと思います。7,800円に消費税です。はい、続いて刺繍のエクストララージ、はい、首元がねちょっとダメージがあるんですが、あとちょっとねブリーチが飛んでる、まあ、少しね雰囲気系のリバースイーブです。こちらもねちょっと色目的には珍しいグリーンだと思います。まあ、グリーンとブルーの 間みたいなね。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてセーターのカーディガンです。タグはねちょっと欠損してるんですけれども、50s から 50s ぐらいのねカーディガンです。一応黒と、まあ、チャコールグレーですかね、濃いめのチャコールグレー。はい、サイズが36ぐらいだと思います。自分はちょっとね細いですね。はい、細身の男性、はい、まあ、カーディガンね好きな方いっぱいいると思うんですが、
あえて人と違った形、ちょっとシルエットはね細身で綺麗なんですけれども、はい、こちらで19,800円に消費税です。はい、続いてもフィフティーズのセーターですけれども、はい、これもね定番です。基本的にはねリブが長いのが多いんですが、これちょっとリブがね短めです。はい、グリーンベースでサイズ的にはね、ラージぐらいあると思うんですが、はい、あえてこの短い丈、これ女性にねおすすめです。結構、ね、形的にもちょっと今っぽくていいんじゃないでしょうか。はい、こちら9800円に消費税です。はい、続いてカウチンセーターですね。最近ねなかなかいいカウチンセーターも出なくなったと思いますが、はい、こちらいわゆるシャチですかね。はい、ブルーでしょ、バックプリントも、はい、シャチ、まあ、綺麗な、多分ネイビー系が多いんじゃないかなと思うんですが、この綺麗なブルー、サイズ的にはねサイズ38から40ぐらいだと思います。自分が着るとちょっとね小さめですけれども、はい、カウチンセーターダボッとね女性が着ても可愛いんじゃないでしょうか。別に女性ばっかりでおすすめしてるわけじゃないんですけど、はい、こちら19,800円に消費税です。はい、続いてミリタリージャケット1枚、はい、こちらスモールロングですね。はい、ファティグジャケットのグリーンリーフになります。やっぱり、ね、グリーンリーフの良さといえばもう本当にこのね綺麗なこの黄緑のグリーンの色目ですね。まあ、リップストップのタイプですけれども、ほぼデッドストックの状態です。僕 T シャツ1枚だったらねスモール実は着れるんですけども、ロングだと少しこうコートっぽくね着れる、この感じもいいと思います。はい、グリーンリーフで12,800円に消費税です。はい、続いてパタゴニアです。はい、サイズミディアムサイズ、はい、ショート丈のね、ナイロンなんですけれども、はい、裏こういったメッシュになっております。はい、メンズサイズは M サイズ、まあ、僕もねあのたまに走ってますけど、これちょっとね走ったりするのに使えるんじゃないでしょうか。はい、こちらで6,800円に消費税です。はい、よいしょ、続いてノースフェイスですね。はい、こちらがよいしょサイズがスモールサイズですね。はい、こちらの、ナイロンも、まあ、綺麗なねブルーに黒の切り返し、袖にこのノースフェイスのマークが入っております。はい、状態的にはね綺麗ですね。ノース僕は、普段着るなら M サイズなんですけど、 T シャツ1枚とかノンT 1枚だったら S サイズでも着れます。はい、この辺のねゴアテックスのやっぱりパーカーも人気はありますし、あのこの辺の90年代のねやつの形はいいと思うので、はい、この切り返しもねやっぱかっこいいですね。はい、こちら、19,800円に消費税です。続いてラルフローレンのジャケットスイングトップです。ネイビーの XL ボディです。はい、ネイビーにイエローのポニー、 XL ならねかなりねダボっと着れます。自分なんかが着ても大きく着れますね。はい、状態もいいと思います。もうこれも定番ですね。はい、こちら7,800円に消費税です。はい、続いてもネイビーボディで裏地がチェックの XL です。はい、こちらも僕がダボッと着るサイズ感、ちょっとね若干フェードしてると思うんですが、これも雰囲気いいんじゃないでしょうか。はい、こちらも7,800円に消費税です。続いてはエンジ、まあ、赤がですかね朱色ぐらいの色目だと思いますが、サイズこちらも XL ボディになります。こちらはね裏地がついてないタイプ、まあ、このチンストラップ付きのねディティールですが、はい、こちら XL ゆったり着れるサイズ感です。これもね色が少しフェードしてる雰囲気いいんじゃないでしょうか。はい、こちらも7,800円に消費税です。はい、続いてはリーバイスの70年代の、水色ですね。こちらサイズが40表記、そして前がフルスナップのタイプです。40ですけどね少し縮んでるかなと思います。コットンの素材で、はい、40ですがちょっとで38ぐらいになってますね。はい、まあ、春先なんかにねこの辺の水色いいんじゃないでしょうか。はい、こちらで9,800円に消費税です。はい、続いて70505ですね。はい、よいしょ、まあ、G ジャンこれ程度いいですね。705もサイズ表記40です。はい、まあ、色濃いですかなり。こちらスモールEのインディゴですね。袖なんかもまだまだ
これから縦落ちするんじゃないでしょうか。まあ、G ジャンブームはもうこれからね春先にも続いていくと思いますが、サイズ40、僕はちょっと小さめです、はい、この辺ゆったりめで女性が着てもいいと思います、はい、こちら25,800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのボアジャケットです。こちらサイズが40表記ですね、はい、状態非常にいいと思います。この下の紙もまだねインジが綺麗に見えます。71605、はい、そしてロングのタイプで下のポケ付きです。40僕が着てジャストサイズですね、はい、これ結構シルエットもね綺麗なんです。冬場使えますよ、はい、70年代でこちらが19,800円に消費税です。はい、続いて、はい、ヴィンテージのシャツです。こちらタウンクラフト、はい、そしてこちら、ヒークスウェードとありますね。ちょっとこうスウェードと言いますか、モールスキンのような感じの素材です。そしてこちらねデッドストックになります。レースアップタイプですね、はい、まあ、なんかね僕のイメージだとレースアップでこうフェイカラーのね澤田さんが着てるイメージですけども、はい、やっぱちょっとプルオーバーなのでねちょっと、シルエット的には細身かもしれません、はい、サイズがすいませんラージサイズ、自分が多分ね着て本当ジャストサイズだと思います。まあデッドストックなのでね、あともう状態的にはもう申し分ないですね、はい、あまりこうレースアップ着てる方もね少ないかもしれません。逆にこう人と違うこの雰囲気かっこいいんじゃないでしょうか、はい、こちらで15,800円に消費税です。はい、続いてコットンのチャンピオンのジャケットです。ランタグのエクストララージ60年代ですね、はい、こちら、はい、まあ、インディアナ500と入ってます。レースのね、ジャケットですけども、こちら、デッドストックのね状態になります。すごいねシンプルでいいんじゃないでしょうか、はい、このネイビーボディで、はい、このストライプ、白赤のストライプですけども、まあ、こういったねデニムとも相性いいと思います。コットンのね薄手のジャケットですけども、はい、ここまで程度いいとシンプルでいいんじゃないでしょうか、はい、こちら、39,800円に消費税です。これ続いて、ヌバックの素材ですね。こちらリーバイスです。リーバイスジャケットと入っております。ちょっとねこの肩パッドが入ったタイプの2ポケットタイプ、はい、こちらサイズはね、40ぐらいだと思います。自分が多分 T シャツ1枚ならねジャストサイズで着れるサイズですけども、はい、まあ、フィフティーズ好きの方とかね、はい、襟はレザーでちょっとね肩のここの部分に若干のシミはあるんですが、ダメージ等はないです。はい、フルジップのタイプでグリッパージッパーがつきますね。はい、こちら29,800円に消費税です。はい、リーバイスの流れです。ちょっと重たいんでリーバイスのねスウェードジャケット、はい、こちら2ポケットのスラッシュポケットなんですけども、サイドに赤タブのビックリがつきます。そして中がボアなんですけれども、はい、こちらショートホーンですね、はい、50年代でしょうか、刺繍タグ、はい、こちらもねなかなか最近見なくなりましたし、実はね形が非常にいいんです、このハーフコートのような、はい、そしてこれサイズがね44ぐらいあります。大きめです。なかなかねこの辺着たい方、あのサードタイプになるとねちょっとシルエット細くなるんですが、これストーンとした形なので合わせやすいんですね、はい、この大きいのも数少ないです、はい、リーバイスのショートホールのスウェードジャケット、こちら59,800円に消費税です。はい、続いてもうフィフティーズ好きの方、はい、ギャバジャケになります。はい、しかも黒ベースにピンクのオールドカーですね、はい、まあ、いわゆるホットロッドとかっていうかいうねいう車だと思うんですが、しかもポツポツとこの小さい車で、1898年とかね1906年とかこう本当に古い車をモチーフにプリントされております。はい、タグはこちらいいですね、ニューヨーク。サイズ表記はねちょっと欠損しております。ボディの状態はねかなり綺麗ですね、はい、後ろもこのプリントはねかっこいいんじゃないでしょうか。しかもねよく言う黒ピンクです。サイズ感が、40ぐらいでしょうか。肩パッドも入ってるんですが、僕が着てぴったりのサイズかなと思います。はい、はい、フィフティー続きの方、こちらはぜひ、98,000円に消費税になります。はい、続いてもちょっと重たいんですみません、こちらファラオジャケットですね、はい、
こちらタグはねちょっと欠損してると思うんですが、裏地は、ベージュのレイヨンですね、まあ、一応このポケットもついてリバーシブルで着れると思うんですが、まあ、このブラウン、そしてちょっと可愛いワッペンがついてます。こちら刺繍も入ってるんですけど、ファラージャケット、まあ、シンプルでね、着るのが一番かっこいいと思います。サイズ的にはね、42ぐらいありますかね、自分が着てガワッと着れるサイズ感。まあ、フェイクアルファーの、ね、沢田さんはライダースの上に、ファラージャケット着られてます。なので沢田さんに聞いたらやっぱ42とか44を着てるみたいですね、まあ、それぐらいガバッと着てもかっこいいんじゃないでしょうか。ちょっとねこちらのワッペンはね、もしかしたら年代的には合ってますけど、ちょっとこのファラオジャケットとしては難しいのかもしれません。そしたらもしあったらここね外してあげてシンプルに無地で着ていただいてもいいんじゃないでしょうか。はい、こちらブラウンのファラオで 49,800円に消費税です。はい、続いてパンツになります。はい、US アーミーのチノになりますね。はい、こちら、はい、30-31、はい、こちらもプリントのね状態見る限りワンウォッシュぐらいの、はい、かなり状態ですね。よいしょ、こちら実寸がですね 29-30、 ちょっと縮んでます。はい、前にねちょっとこういわゆるプリーツ入ってますが、はい、この辺ちょっとね女性が履いても可愛いと思います。状態もいいですね。はい、こちら7800円に消費税です。はい、続いて、はい、最近ね646とかブーツカットフレアもねだいぶ人気がまた出てきてます。はい、こちらリーですね。はい、リーのいわゆる、ブーツカット、まあ、70年代なんですが、この色落ち見てください。多分画面でも伝わると思うんですけど、相当綺麗なインディコで縦打ち入ってます。はい、こちらサイズがですねウエストが32のレングスが33、ちょっとねレングス33は長いんですけれども、はい、身長ある方はいぜひ。D のね後ろも70年代だとね、このポケットがちょっと小さくて、はい、まあレジエースも入ってないんですけども、このねちょっとシンプルなポケットも可愛いと思います。後ろのねここの部分ちょっとだけ、ブーツの跡でしょうかね、少しついてますが特に大きいダメージはないです。はい、D の70年代フレアでこちら、12,800円に消費税です。はい、続いて501の USSA です。はい、状態いいですね、こちらも。はい、そして、はい、3332表記、いいサイズですね、ゴールデンサイズだと思います。はい、もうシンプルに、はい、状態いい501の USSA です。こちら12,800円に消費税です。さあ細身の男性、はい、あと、身長そうですね高めの女性って言ったらですけど、はい、503BXXこちらフロントが下2つのボタンなので 503B というのも分かります。状態まあ見てください、マッコンコンです。そしてレザーパッチもちょっとジャーキーになってますが残っております。赤タブが両面のセンターループなのでいわゆる54年頃ですね。はい、アーケードはねちょっとこれオレンジステッチを使ってるんですけども、はい、下ちょっとロールアップした跡が若干あるぐらいでオリジナルのチェーンステッチ、はい、もうね申し分ないですね、もうマッコンっていうぐらい。これ逆に501だったら今いくらですかね、100万近くつくんじゃないでしょうか。はい、503B 実寸なんですけども 27.5 ぐらいです。おそらくパッチ表記が28だと思います。はい、そしてレングスが31なのでパッチ表記は2833かもしくは2834の縮みだと思います。はい、もう申し分ないですね。はい、この辺が履ける男性いらっしゃると思います。こっからのり付けしてね、僕も今のり付けして505色楽しんでますけれども、このぐらい濃ければまだのり付けして色落ちさせること可能だと思います。はい、こちら 503BXX の、実寸ニッパチの31、258,000円に消費税です。安いかな。はい、続いてちょっとね相当触りましょう。スカジャン、今年もねフェイクアルファの方でも売れております。はい、こちらスペシャルのスカジャンです。はい、こちらプリントですね、いわゆる通常だとステッチチェーンステッチなんですけども、プリントスカと言われるスカジャンです。はい、こちらも後ろイーグルなんですけど、ちょっとねこの真ん中のフロントの部分ちょっとこうダメージ穴が開いてしまってます。
本当にうまい直し屋さんでしたら裏からちょっと貼っていただいてできると思います。はい、このねプリントのスカジャン本当にレアなんですね。はい、あとこのグリーンとシルバーなんですけど、少しねこのプリントの部分がちょっと色をフェードしてる感じ、まあ、これは雰囲気という言い方をするとあれですが、かなりかっこいいですね。富士山もありますし、裏面はよいしょ普通に、はい、今年の、まあ、虎年ですけども虎の刺繍になります。はい、そしてサイズなんですけれども、よいしょ、おそらくラージスモー、ラージサイズだと思います。スカジャンで言うと、L という、ね、サイズ感だと思います。僕が多分 T シャツ1枚で着てちょうどジャストサイズぐらいのサイズ感。はい、スペシャルのプリントスカ、はい、こちら49万8000円に消費税です。はい、ベルベルジンの方でですね、買取あと、まあ、委託販売行っております。ヴィンテージものがメインなんですけども、最近もねまたねあのヴィンテージのデニムがこの間も、10本ぐらい入荷したりしております。お店の方にお問い合わせいただければ、僕の方が査定とさせていただきますので、ご連絡よろしくお願いします。